岐阜県の南西部に位置する町で、諸山線の一つ揖斐川が流れます。特産品はバナも大好き、この小松菜と、そしてバラ、この髪飾りですね、有名です。キーワナももちろんなんですけれども、皆さんにぜひお楽しみいただきたいのがバラ公園です。来月5月には見頃となって、約300種類3300株のバラが鮮やかな花を咲かせて皆様をお出迎えします。5月16日には街を挙げてのイベントも行います。イベントといえば5月3日4日にも山王祭りが行われます。まれに見る火祭りで、県の重要無形民族文化財にも指定されております。7基の大きな神輿が松明とともに駆け抜けていく姿、大迫力です。皆様ぜひ合同町の方へお越しください。あとバナナちゃんですが、合言葉が一つありまして、ガンバローズという合言葉です。皆様ぜひ一緒にお願いします。今日も一日ガンバローズお願いします。ありがとう。